いげちゃんとですね、ポーカーのヘッズアップで対戦します。よろしくお願いします。お願いします。意気込みをどうぞ。はい、でも私あんまり誰かとヘッズアップしたことないです。はいはい、あ、じゃあそれは楽しみですね。ヘッズで入っていいハンドレンジよくわかんないです、はい、オープンは8割しとけば大丈夫ですね。8割、はい、分かりました。8割以上できます、ね、ほぼできます。分かりました、はい、ハンド以外はペラペラおしゃべりしながらやりたいと思います。分かりました。じゃあお願いします。はい、お願いします。この辺でほとんど降りないんですよね。あ、ほとんど参加しても大丈夫です。1対1なので。ではレイズですね。レイズ1000コールで200で入ってきてるのでね、積極的に上げて簡単にはフロッパー見せないぞということでね、戦っていきたいと思います。いやでもこれは降りる、はい、ポジションもないのでね、やっぱ積極的にねプレイしていくのが大事になります。はい、100、200で、ボタン100ですね。ボタンですね、はい、ボタンでこのハンド、はい、オープンします。600です。じゃあコールします。600です。じゃあチェックで。 A サイボードっていうのはオリジナルにとってね結構有利なボードなんですね。あの主張しやすいですね。なのでここでプロップからベットしていきます。全く当たってないのでじゃあ降ります。ヘッズでやることないから普段入らないようなハンドだから、あの扱いがしづらいです。あ、降りたい、はい、これさすが降りてもよくないですか。降りますね、はい、はい、私からですね、はい、オープンしていきます。600です。微妙なハンドばっかりなんだけど、え、降ります。7、2、6、3、回も回もですね。じゃあ、600。これはね、3ベットしてもいいんですけど、今回イケちゃんが初レイズということでコールに留めたいと思います。これは A サイボードチェックですね。チェックでチェックです。え、チェックしてるってことは打ったら降りてくれるってこと。あ、じゃあ半分くらい。厳しい。セブン、はい、ちょっとねコールできなかったです、はい、あまりでも何もなさすぎた。じゃあオープンします。600です。600、ね、アグレッシブに打ってね、あのどんどんポジションを生かして戦っていきたいと思います。じゃあ1200です。上600はね、あのフォールドすることはできないですね。はい、コールしていきましょう。4倍とかで打つのが結構多いですね。これはCB 打った方がいいボード。じゃあ半分。ペアボードってこの3ベッター側に有利なボードなんですよ。絡んでないと思うんですけども、ハンド自体で負けてることが多々あるので、これはちょっと守ることできないです。あの CB に頼るにしても何かもっと可能性が欲しかった。じゃあ600。これはレイズですね。これレイズ2400です。600に対して4倍のレイズを打っていきます。ハンドはこちら。2400。さらにレイズしたらやりすぎかな。うーん、いや、降りとこう。あ、危ない、怖い。さらにレイズ、今ちょっと震えちゃいました今。あ、2に、あー、なるほど。いや、もっとレイズして降りてもらうのもありだったけど、はい、フロップ開かれたら節にならなかったらしんどくなるから減らしたくないなと思って降りました。どう思います？プリフロップのオールインの段階だったら強いですよね。ただ開かれると3オーバーがほぼ確定してる。そうです、600です。じゃあコールで、はい、このハンドでオープンしてロックが、はい、チェックです。ではベットします。これはね800です。特にヒットしてなくてドローも何もないので降ります。アクションですね。オープン600です。じゃあ1800。うわ、これやりづらい。いけちゃん参りました。結構取られてきた今。あんまり調子乗ったハンドで参加してるとやられちゃうかもしれない。あー、600じゃなくて800で。ちょっと上がってないですか金額。でもね、いけちゃんこれ戦いますよ。3500ですね。3500です。これも勝負していきましょう。じゃあコールします。
でかいポットになったな、これは。ポットだぜ。はい、これはチェックです。じゃあ私もチェックチェック。チェックチェック。ペアボードの A サイドでしょう。あ、キングが立ちました。あ、確かに強かったですね。うん、なるほど。ペアボードなのでこれベットされてもね、コールしやすかったんです。これ3500もコールは、ね、全然できますね。かなり強いですもんね。ボタンですね。はい、ボタンオープンしましょう。600。ペアコールです500。いや、置きます。置きました。何持ってた？今ね、あの7が当たってました。今7が、あ、ちゃんと当たってた。はい、ライブポーカーの方が実際にトランプとチップが触ってる感覚が楽しいです。私もライブの方が楽しいかなと思うんですけど、コミュ障なんですよ。あ、これはちょっと売ります。600。あ、なるほど。はい、これは1800ですね。いや、アグレッシブだ、本当ね。これが結構ガンガンプレッシャーかけてくるから、イケちゃんやりづらいですね。これ手強いですよ。コール、これで戦ってきます。じゃあ1800。これレイズですね。レイズ3600。浮いた方がいいのかな。こういう時にレイズする気がないハンドはさっさと浮いろって習ったんですよ。こういうところで苦し紛れにコールしてたら結局めっちゃ失うからみたいな感じのこと言われたんですよ。それに習うとこれ浮いた方がいいけど、なんか浮きたくなくて、うーんって感じです。いや、でも浮きます。いや、ナイスフォールドですね。今本当にあの4が当たりました。これだったんですよ。あー、なるほど。ちょっと浮きにくい。あー、ワンコールしてて、クローバーのバックのフラッシュドローなんていう可能性もありましたね。クローバーで、はい、ちょっと考えはするけど、ペアボードだからお互いあんまり絡み合ってないからってちょっとね、こう疑っちゃったりもするんですけど、うまくホールドを今回できました。単純に何も当たんなくて、はい、そっちにベットされた時も降りるしかないから、ちょっと払いたくないな。はい、600。これはね、コールして疑いましょう。チェックです。ビッグブラインドでオリジナルレーザーのね、動向を伺いました。まあ、ここはコールしてついてきます。コール、結構激しいボールですね。チェック。これは結構私の方に有利なボールなんじゃないですか。ハイカードはどちらかというとイケちゃん寄りですね。ここでダブルバレルついてきます。はい、まだもしかしたらね、ブラフとかね、ドロージャック1枚とかキング1枚の可能性もありますね。8が落ちましたね。ここでチェックするかベットするかですね。いや、ここはね、あのベットを選択します。はい、3500です。3500。これはね、コールしてチョップでやることを願いたいですね。コール、ジャックまで、ジャックまで。危ない。いや、危ない、本当に危ない。それフラッシュドローついてるじゃないですか。これクローバーのゲートだったらかなり取られてましたね、今。あ、助かりました。そして100、200のボタン。はい、このハンドオープンしていきます。600です。600、ね、1500はね、やっぱまだ戦いますね。いくらね、ちょっと、あ、でもその残るハンドが広くなるので、まあ、なんとも言えないところですね。そのね、あの金額のラインというのは、ポジションがないときは4倍ぐらい打つのがスタンダードな3ベッドサイズなんですけど、オープンした 2.5 倍なので、コールするハンドが広めになってるっていう状況ですね。こっち側のハンドが、ただ A サイボードイケちゃんはやや有利。はい、アグレッシブにね、タイトアグレッシブ、これね、戦っていきますよ。1500コール。ポットは6000。チェックで回って、こっちもチェックバックします。そしてに対して4200ですね。ターンはチェックチェックですね。
ここはオールインをします。オールイン、それはめっちゃ悩む。これはね、ちょっとハートが落ちちゃったっていうのもあるし、人間だから人間別だったらついてくるし、それ悪く考えてないのか、ボードから考えてるのよくないですね。いい推理の仕方ですね。強い反応だったら、まあ、フラッシュとかテンクイーンが引いていて、じゃあブラックだったら逆にどんな反動がありえるのかっていうのもなんとなくイメージすると、ハートのキング1枚押さえてるとか、テン1枚持ってるとか。迷いますね。最後ハート落ちちゃったの結構やらしい。いやでもこれ結構降りれない反動私も持ってるんだよな。メキトロで1500出してます。めっちゃ迷う、めっちゃ迷う。私普通にハイコキなんですよ。ハイコキでこれに苦労するかどうかって、私がさっき の、はい、あの喋ってる動画でリバーでオリンクるのが嫌みたいな話したじゃないですか。前振り生かしてます。あれは伏線だったのか。いやでもこれ降りてたらダメな気がする。え、これ私なくなったらまた。あ、全然、はい、おかわりです、はい、おかわりです、はい、リバーフラッシュ来ました。え、そういうこと。あ、これめっちゃ降りれなくないですか。なるほど、確かにすごく強かったですね。ちょっと降りれなかった、はい、いやでも最後の結果的にずっと負けてたんで、あの最後ラッキーしました。もっと強くいった方が良かったですかね、はい、いや、いいと思います。あのプリフロックからあの3ベット入って、うん、ちゃんとこのバリを開いてたので、たまたま今僕が負けちゃったんですけど、え、これ、はい、オールイン来たら降ります。オールイン来たらこの相手のプレイヤーによってかなり悩ましいですね。あのめちゃくちゃルーズアグレッシブみたいな人だったらコールっていう選択も全然あると思います。一応フロップのフラッシュドラ滑ってるので、スーペーだったらオールインのアクションにはならないと思うんですよ。ストレートがないかみたいな状況なので、じゃあイケちゃん おかわりということでよろしかったですか。ボタン側のオープンから、はい、これはオープンできます。600です。ラスト3度フロップ見てから考える。これちょっとあんまり強くないですね、チェック、はい。これは当たりましたね。いやらしいベッドですね、これはね。ちょっとキングハイ、キングハイ厳しかったですね。これフォールドします。5で当たってました。あー、なるほど。で、7でもストレートドローが一応あったっていう感じですね。チップ、じゃあ一応カウントしますか。じゃあ私1回飛んでるから。後半結構ね、細かいポットいっぱい取られてったんですよね。どうでした。3万ちょっとかな、多分。アクションがすごくスマートでしたね。良かったです。こちらが42,500、こちらが17,500。はい、対戦ありがとうございました。はい、たまたまね、あの最後1回ね、あの触れたのがでかかったですね。それでは、ね、今回はですね、池袋のベガスさんで池ちゃんとヘッズアップの対決をさせていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは皆さん、またお会いしましょう。バイバイ。